はしごを下ろした方が良さそうだ。エネルギーセルト。これでよし。ここにも電力が落ちて使えない端末がある。うまくいった。取引はなしよティルダ。取引はなしよティルダ。ゼロドーンには外生設備を提供した。ファーゼニスはアポロのデータがいるの。どう考えてもこの件は。あなたがガイアを盗もうとしたんでしょう。私は一切関与してないし、犯人はもう罰したんでしょ。あのロジックボムのせいで主要システムの修復に躍起を。あなたは何も知らなかったんだと本気。ゼロドーンには外生設備を提供した。ファーゼニスはアポロのデータがいるの。どう考えてもこの件は。あなたがガイアを盗もうとしたんでしょう。私は一切関与してないし、犯人はもう罰したんでしょ。あのロジックボムのせいで主要システムの修復に躍起を。あなたは何も知らなかったんだと本気で信じろと。お願いよリズ、人類は危機に瀕している。最終的に生き延びるのが私たちファーゼニスだけになったらどうするの。扉だ。よし、ようやくたどり着いたぞ。ここだ。 ID をスキャンします。遺伝子検査の診断機を抗原に戻る。よし、あの円形のが保管装置ってことか。ハデスとガイアのバックアップ用それぞれある。何をもたついてる。ガイアの方の装置が引っかかって降りてこない。どうにかして降ろせ。破損させていなければいいが。これ嘘だろ。よしあった、2つも。一瞬ヒヤッとしたぞ。メモリの空きが 98%。 そんなはずはない。モード管理副次機能がないだと。バックアップじゃないのか。それはガイアの種だ。副次機能のヒューリスティックマトリクスがあって、初めてガイアとして成長する。やれることはやった。全て無駄だった。一人で世界を救うなどやはり無理なのかもな。残念だ。ミネルヴァが見つかった。
だが繋がらない。近いぞ。ウタの平原の西、取りに行ける距離だ。全部見つけられればよかったけど、とりあえず一つはあった。そうだな。ミネルヴァだけでもガイアのヒューリスティックマトリクスを起動できる。目覚めた彼女から他の副次機能の居場所を教えてもらって、一人でも世界を救える。いい加減お前の現実を受け入れるんだな。扉を開けろ。ガイアを再生し地球を救ったら必ずお前を追い詰めてやる。これはお前のためなのだ。もううんざりだ。よし、これでもう監視されない。さあどうする、考えろ。遺伝子データ認証完了。通行権限を確認。ようこそトベック博士、中へお入りください。素晴らしい。誰かが。おい、どうした。クソ。セキタ、ベータを。エリザベト・ソベックのクローンがこんなところで何をしている。ガイアが残したのかも。自爆するときに再生への望みを託してね。気に入らんな。あいつは邪魔だ。消してしまおう。エリック。ん？人べらしを頼めるか。ああ喜ぶ。信号の送信者かも。ならバカなことをしたな。目的のものは手に入った。早速使わせてもらおう。VR で大勢の首を折ってきたが、両目から少しずつ精液が失われていくあの興奮は、本物じゃないと味わえない。大口を叩いてろ。矢を打ち込んでやる。その原始的な武器でこの俺をやれると思ってるのか。冗談だろ。俺を楽しませてくれ。帰りたい。やつが近い。離れないと。ここから逃げないと。久しぶりに本物の戦いを味わえ。刺させれば。弾末を使ってもっと下に下ろそう。おい、どうした。もっと本気出せよ。目障りだ。いいじゃない。いいぞいいぞ。うまくいきそうにならない。シャチな武器だな。おい、覚悟はいいか。これもっと本気出せよ。お前の武器は子供のおもちゃか。
連結棒を壊してプロセッサを落下させよう。Thank you.